埼玉リソナ銀行で新一万円札発行を記念したトークイベントも開かれました。イベントには渋沢栄一のひまごの子、<当>やしゃゴで会社経営者の渋沢健さんをはじめ、いい大野知事、ここ渋沢にゆかりのある企業の代表者5人が登壇しました。きょは,は、 渋沢栄一王が目指した未来を、トークテーマに、それぞれが今後の自社のあり方を語りました。に通じるものだと、私は考えております。まあ、ですので、私は、あの当社の目指す銀行像というのが、複雑な社会を生きていく上では。 やはり利他であったりり思思いやりといいやととう精神は極めてて重要になっているまます、えー、まだまだ渋沢王がの思いやりの範囲に比べれば足元にも全然及びませんけれども、まあ、これからも私どもは埼玉という大きな川をなす一粒の雫として、えー、さらに思いやりの範囲を広げて社会的価値を生み出して えー、未来志向の活動の源泉となるような利益を作り出し地元埼玉とともに持続的に発展していきたい大野知事は渋沢栄一王が目指した未来は持続可能な社会をつくることだとした上で人口が減ってもコンパクトな社会の中で支え合える。 持続可能な街づくくりをさらに進めていくと述べましたまたイベントの終了後は旧紙幣から新紙幣への交換会が行われ参加者が大野知事から発行されたばかりの新紙幣を受け取っていました。